どうもー、岡田んちです。お願いします。我々実の兄弟で漫才やってます。よろしくお願いします。お姉ちゃんもさね。見える？じゃあ兄と弟でやってますから。頑張りましょう。よろしくお願いします。歴史ある神社の神主がやりたいから。はいはいはい。お前はブス面下げてさっさと神社に来い。神主の言葉遣いじゃないな。あ、初めてだ。行ってみよう。こんにちは。いらっしゃいませ。ファミレスですか？いらっしゃいませ。ファミレスかと思いました。神社初めてですか？初めてです。見えます。本当ですか？神社というのはそもそもどういうものかご存知ですか？ちょっと知らないんですよ。そこから説明しますか？お願いします。神社というのは、はい、岩坂、はい、ひもの木が起源となっております。はいはい。岩坂は岩を祀る。岩坂。ひもの木は木を祀るということですね。ひもの木ね。昔から岩坂、はい、ひもの木の周りでは、はい、たくさんの祭祀が行われてました。そうなんですね。お祭りですね。はい。岩坂の周りで春には豊年記念、はい、ひもの木の周りで秋には豊年感謝、はいはい、で岩坂とひもの木はたくさんたくさんあるんですね。で岩坂、ひもの木の周りたくさん祭祀が行われてたんですね。そうなんですね。で昔からこの神社でも、はい、岩坂やひもの木の周りで豊作を祈願する祭りたくさんありました。そうなんですね。たくさんありました、はい、そういうことなんですね、はい、でこの神社はですね、2022年8月に建てられまして、新築？あ、新築なの？はい、新築？8月です。新築だね。前回オートロックです。新築だな。新築だね。それは、あー、木のいい匂いがするでしょ。新築じゃねえか。おい、あ、いや、着物着のいい香りがします。新築神社あるある？聞いたことない。その新築の神社興味ないんで。なんで？地上帰りますわ。なんで？いや、もう興味ないですわ。これこれこれ、なんすかなんすか。お賽銭ペイペイで大丈夫です。そこまでするな。もういいよ。はい、この丸。